令和の虎、その思いを金に変えろ。はい、視聴者の皆さん、こんにちは。こんにちは。早速でございますが、ちょっとサムネでどうなってるかわかんないんですけど、僕の左側に座っていただいている方は、元中日ドラゴンズの平田良介さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんで俺が平田さんと一緒に出てるんやって話なんですけど、平田さん今年引退されて、はい。いろいろ活動されてるじゃないですか。はい。なんかテレビも長々出てますよね。そうですね、ちょくちょく。見ましたこの間、大食い。ああ、ありがとうございます。いや、なんかそういう活動されてる中で、ちょっと縁があって、はい、こうやってお知り合いになってですね、話が盛り上がりましてですね、実は私どもの会社の方で、新規の事業を立ち上げることになったんですよね。はい。はい。で、まあ平田さんこれだけの実績のある方なんで、ぜひちょっと協力してくださいということで申し上げるとですね、はい、今年の8月から野球のバッティング専門の塾ですね、はい、はい、これを立ち上げることにしました。名前も決まりましてですね、カットバセボールアカデミー、うん、なんじゃそれって話だ。カットバセボールアカデミーって綴りがカットバセのバセがベースなので、おー、はい、ベースボールアカデミーとかけてるというね、おしゃれ。おしゃれでしょ。はい。そんなね、塾を開講することになりました。で、今日の動画はですね、実はこの塾、正式な第一期生のスタートはですね、9月から、はい。はい。で、来年の2月までの6ヶ月間を一旦第一期生と置いて、で、来年3月からは正式に第二期生の募集をしようと思ってるんですけど、それに先立って、これを見ていらっしゃる方の中で、主にやっぱ愛知県とか、はい、岐阜県、三重県、この東海3県あたりの方でね、うん、はい、はい、お子様が野球に熱心でいろんなチームに入ってる。これ平田さん、中学生が入る野球のチームって、はい、リトルリーグとか、うんうん、そうですね、リトルシニアとか、なんかボーイズとかって名前ありますけど、はい、どこが中学生でしたっけ？ボーイズリーグ。はい、ボーイズリーグ。シニアリーグ、はい、ヤングリーグ、ポニーリーグとか、はい、まあ、いろいろあるんですよ。リトルリーグも中学あるのかな。はい。そのまあ公式、だけでもそれだけ。そうですね。はい。ちなみに、平田さんの息子さんも今、中学生だってことなんですけども。はい。息子さんは、ボーイズですか？はい、ボーイズリーグに所属しています。めちゃめちゃ強いチームなんですよ。はい、そうですね。もう、うちのメンバーに行ったらね、いや、社長何言ってんすか？これ一番強いですよって言ってましたけども。まあ、そういうところに入ってらっしゃる方々の中で、はい、将来ね、はい、プロ野球選手になりたいっていう大きな志を持った子たちが、うん、まあ、間違いなくいるわけですよ。はい、まあ、よく僕らは 4P なんて言い方しますが、中学生で4番でピッチャーやってるみたいな。おー、はい、そういう子たちって、やっぱりすごいこう、個人的に自分の技術を磨きたいと思ってるじゃないですか。はい、そのチームに入っていても、なかなかそこまでのことができないので、それを平田さんをはじめとする元プロ野球選手の方々に教えてもらえれば、はい、こんなすごいことないと。はい。いうことでございまして、はい。で、一応長くなりましたが、8月のですね、下旬に4日間、体験入部を募集しようということになっております。はい、まあ今日概要欄貼っておきますので、申し込みフォームを見ていただければおよそわかると思うんですが、一応口頭で僕の方から申し上げときますと、8月18日金曜日、21日月曜日、22日の火曜日、そして最後29日の火曜日ですね。この4日間に関して、体験入部を受け付けていますと。で、場所がですね、多くの方はあまりご存じないと思いますけど、愛知県の一宮市というところにあります。はい、愛知県って、尾張地区と三河地区に分かれていて、はい、三河で一番大きい町が豊橋ですね。あ、そうですね。で、尾張は一宮なんですよね、はい。名古屋を除くと。はい。一度もう来ていただきましたけど、はい、まあそうは言っても田舎ですよね。まあまあ、そうですね。はい。大きい建物は少ないですね。そうですね。はい。うちがもともとですね、野球のチームを持っていまして、そこが使ってる、屋内の練習場がある。はい。はい。で、バッティングマシンもちゃんと揃えているので、はい、そこですぐにこれがやっていけるようになると思いますので、ぜひですね、平田さんに教えてもらえるんだっていうふうに思った方は、ぜひとも今日概要欄に入っていただいて、お申し込みをしていただきたいと思います。4日間しかありませんし、コマ数も少ないので、もう今回限定です。で、一応マンツーマンで教えるパターン。はい。から2対1のパターン。はい。4対1のパターンと、3パターン用意してますので、はい、ちょっと平田さんに聞いていきましょう。まあ僕も全然素人なんで、基本どんな風に教えるんですか？今回バッティングなので、はい、そのバッティングをまずティーバッティングですよね。はい。ティーバッティング。はい。はい、ティーバッティングをして、うん、で、マシンを打つのと、はい、あとトレーニングで、はい、メディシンボールっていうボールがあるんですけど。こんなやつね。はい。こんなやつ。こうやつね、はい。はい。これを投げる。はい、
でその動作っていうのがバッティングの動作にこうつなげて蹴れやすいので、はいはい、そういったものをこの大きなボールをこうやって投げるこの動作がバッティングに有効だということですね。繋がるんです。はい。平さんもずっとやってこられたんですか、それ。はい、やってきました。なるほど。よく僕思うのは、はい、バッティングって言ってもね、当たり前に、一人一人の選手、バッティング構え方から何から全部違うじゃないですか。違いますね。はい、違う中で、でも、基本、これだけはちゃんとやんなきゃいけないっていうのを子供に教えていくって感じなんですか？そうですね。まあ、ただ、やっぱり、体の使い方って人それぞれ違うんですよ。はい。はい、で、その、みんな体の使い方が違うのに、うん、同じ指導しても、はい、違う人は違うじゃないですか。うん、違いますよね。だから動きを見て、はい、その人の動きに合ったことを教えていきたいなと。なるほど。はい。で、その中でも基礎として、うん、下半身は使いましょうっていうのは絶対あるんですよ。うん、はい。でも下半身の使い方がわからないので、うん、その下半身の使い方を中心に教えていきたいなというふうに。はい。まあ、なかなかですね、野球のチームは世の中に数あれど、はい。こうやってバッティング専門で教えてる塾ってそう多くないですよね。そうですね。はい。はい。実はこの発想の発端になったのが、僕が約20年前に、マネーの虎で投資した、まあ、野球教室がですね、今、熊本にあるんですけれども、はい。これ PBA って言いまして、プロフェッショナルベースボールアカデミー。ここがですね、今、すごい数の生徒がいらっしゃって、なんと村上宗隆さんが OB なんですよ。日本の4番ですね。やばいですよね。まあそんなことで、今回ですね、私たちの新規の事業の取り組みとして、これから実はフランチャイズもやっていきたいなとは思ってるんですけれども、一旦、この本部をですね、平瀬さんで始めていきたいと思ってますので、ぜひ皆さん、熊本もですね、他の県からも来てるんですよ。おー。はい。なので少なくとも、やっぱり我が中日ドラゴンズ、はい、愛知、三重、岐阜あたりの人は圧倒的にやっぱりドラゴンズファンが多いので、もう平田さんって憧れの人だと思うんですけども、この平田良介が直に教える。すごいことだと思うんで、ぜひ枠は少ないですけれども、先着順ですのでご応募いただきたいと思います。はい。はい、最後になりますけれども、平田さんの方からちょっと視聴者の方にメッセージをいただけますか。はい。この度、アカデミーを解説することにあたって、はい、皆さんの意気込み、気持ちっていうのをしっかり結果として出していきたいと思っていますので、ぜひぜひ、たくさんご応募ください。よろしくお願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。仲間とつながれる。虎とつながれる。もちろん主催ともつながれる。令和の虎ファンクラブ入会はこちらから。